溢れる時が大きくなるの。ああ、恋に落ちると海にも落ちるのかしら。うっせえ。ああ、かわいそう。カズが、ああ、やばいやばい。どうも皆さん、私の宇宙船ようこそ。私がキャプテン中川です。そして本日のオペレーター、はい、河野まりかです。まりかさん、いやー、猫だね。猫、やっぱり猫だね。猫可愛いですよね。唐突に猫がね。猫はいいぞ。はい、良さがさ、あんまよく分かってないんだけどさ。え？猫の。猫の？気まぐれじゃん猫って。うん、気まぐれもそうですかね。うん、うん、うん。どうなの？その自分が好きな時に構ってあげてさ、あっちもさ、こう愛情を返してくれる感じじゃない？感じがするのよ。年齢と性別にもよりますかね。年齢性別、はい、やっぱりオスの方が人懐っこいので、こっちが構った時に許してくれるのはオスの方ですかね。メスは結構プイッととか言っちゃうけど、でも私やっぱり一日中外に出てることの方が多いですから、はいはいはい、家に帰ると多分鍵ガチャガチャしてる時の音で気づくのか、うん、玄関にみんな揃って出迎えてくれますよ、うん、ちゃんと。 それなんか犬だったらそこあるじゃん、その階級みたいな。階級、うん、飼い主様がいて自分がいるみたいな、誰が一番偉いかみたいな。そうそうそう、猫もあるの、うん、そうですね。たまにやっぱり、うん、あの家族にご飯あげてもらったりするんですけど、うちのパパがあんまり好きじゃないのか、うん、みんななんかちょっとカーテンの後ろとかに逃げていくんですよ。ご飯だと誰でもいいとかじゃなくて、やっぱりちょっと怖いみたいね。やっぱり猫って声高い人の方が好きだから。あ、そうなんだ。そうなんですよ、女の人の方が好かれやすいみたいな。ちょっとダメじゃん、俺低いじゃん。でも猫撫で声を出して可愛がってあげればいいんですよ。猫ちゃんいや、もうめんどくさい。かわいいけどな、はい、そんな感じでやっていきたいと思いますけども、山田は、はい、お願いします。そんな猫好きのマリンカちゃんと今日は何やるのかな。今回はそんな猫好きなマリンカさんにおすすめのゲーム、はい、ニャンコクエストというゲームをやりたいと思います。ニャンコクエスト、はい、ニャンクエで、そうですね、ニャンクエ、どんなもんかちょっとやってみたいと思いますんでね。はい、はい、それではゲーム画面いきましょう。こちらです。ドゥ、はい、ということでニャンコクエストでございます、うん、いやー、はい、とりあえず最高ステージ1まだねやってませんので、ちょっとやってみましょうかね、はい、レベル、ん？パワーガードみたいな感じ。お、うん、よく気づきましたね。クエストだからね。お、絶対お父さん、お主男だからね。男、お願いします。お主、いい目をしとるにゃ。やる気があるならまずわしをこの島から落としてみるにゃ。あ、お父さんじゃないよね。戦う、戦うの。オブラム、あ、難しそう。さあ、転がるんだ。ぶつかって、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 えー、猫水苦手なのにかわいそうに。そういうことか、はい、こうやって弾き出していく感じですね。うわ、そうなんだ。次のステージ、はい、ちょっとマリカちゃんやってみる。あ、いいですか、うん、今のうちに触っておいて、ね、そうそうそう、序盤の方で、はい、あ、また来た。画面のどこかに指を置いて進むみたいに方向に、あ、進みたい方向に素早く動かす、うん、素早く動かす、素早く、おー、早い、おー、なるほど、2手でいったわ。2手でサクサクいきますね。いきますね。まあ最初はね、さあ最初はそうでしょう。ステージがいっぱいあるんでどんどん進んでいきましょう。そっかそっか、狭いぞちょっと。ほんとだ、木がありますね。しかもえ、どういうこと、あ、全部落とすんだ。ゾウ、ゾウ、猫だけじゃないんだ敵は。さあ、おい、おお、サクサクだどっちが初めにそうですね、チクるかですかね。そんな落ちちゃったらゲームオーバーになっちゃう。狭いぞ、木もないぞ。ここまで進めるのか。えいえい、え、なにこれなにこれ、なに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 、分裂して増えたんだ。うわ、やばい、トゲ、トゲ関係ない。これなに、これ何、危ない、あー、トゲ関係なさそうでした。よし、おー、オッケー、あ、まだいる、まだいる、まだいる、しかもこれ増えるんだ。あ、増えるし、か大きくなるんだ。あー落ちちゃったー。もう一回、もう一回いく、もう一回やります。さ、最初から、最初からですね。じゃあ一回どこまであれ行くか。そうですね、うん、このまま一回やっていく、その方が良さそうですね、うん、
まあお二人協力しながらなんで交互でいいかもしれない。あ、交互に。交互に行きましょう。はい。落ちちゃった方はちょっと責任がありますけれども。最初の方は順調にいけそうですね。行って行ってだ。ね、あ、これで終わりだ。行って行ってで。はい。そうか、もうお金も最初からになっちゃうんだ。そうですね。で、お金集めていくと後でいろいろ使えたりするんで。はいはい、お方。早い。あれいっぱい出てくるやつここじゃなかったっけ？ステージもちょっとずつ変わってそうですね、これ。そうですね。違うね、本当に。ねえ。蜂がいる。蜂がいる。広い。広いから出すのちょっと大変ですね。じわじわと落とす。オッケー、まだいいのかい。亀だ。お、うまい。ちょっと、あー、危ない。おー、ステージ違うんだね。そうですね。うんうん、ランダムなんですね。いいね。四角い、四角いな。パンダ、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 こっちのパンダ、パンダ、メイデイとシャオシャオ。お、いけ。あ、今時のやつ、今時のやつ、今生まれたばかりの双子ちゃんです。すごい、カズヤタクヤじゃないの時代は。マナカナでもないです。時代変わっちゃった。さあ、どっち。お、選べますよ。選べんだ。へー、ちょっと雪のステージ。お、雪ステージ、つるつる滑りそう。そう、ミッション達成、受け取ってね。あ、すごい。おー、いいじゃない、レベルアップ。しゃ、そうやって増やすんだ。特に滑ってる感じあんのかい、これ。滑ってはいないんですかね。ちょっと最後まで押さないと、こいつ。あー、粘り強かった。ゴージャスさんの失敗で終わっちゃいました。いや、死ぬみよ。コンティニュー。はい、コンテニューしていきましょう。続きからいけ。さあ、粘り強い。おお、おお、勢いがいい。勢いがすごい。あ、さらし、かわいいですね、確かに。これ手強いですね。なんか手強いな、これ。残りますね、あれ、プチで。あ、いいですね。 いいアタックだ。あ、いいのかい、うさぎさん。かわいい。 あ、飛ぶ。あ、そういうミミックもあるんだ。よっしゃ。宝箱まであとちょっと。もうコンテニュー使えないから。はい。ゴジさんが使える、使ってた、しっかり使って。うわ、でかい。でっかいものクラブ。でっかいものクラブ。よいしょよいしょ。やだ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 。何、そいつ消えてる。桜まんじゅう。ほんとですね、消えていった。豚さん、えい。豚野郎が。キツネさん。キツネ野郎が。お、カメさん。カメ野郎が。全部野郎ですね。あ、いいですよ。えい、ナイス。おお。お、宝箱。やった、いただきましたよ。何がもらえるんでしょうか。目玉猫。怖いけど面白い。目玉猫。斬新だな、デザインが。この選択肢重要かもしれない。びっくりマークなんだこれ。あ、行った方がいいんじゃないですか。ショップもありますしね。おいしい感じがする。670で達成。あ、攻撃レベル。やった。買い物できない。あ、ここだ。お。あ、できそう。どっち攻撃だよね。あ、両方いけるか。そうですね。コインがあるならいけそうですね。あとコイン増加も良さげじゃないですか。後々の強化に。ああ、結局ね。これでこう。うんうん。おい。あ、戦うのかい。え、その人と？え？ということ？ああ、じわじわ近づいてくる。おお。オッケー。おお。なるほど。次びっくりマークだから。落っこちたくないな。ボスかい。さあ、びっくりマーク。え、なにこれ。あ、そっか、自分のサイズを大きくすることもできるよっていうのがあるんですね。本当に目玉猫になっちゃう。やだよ、すごい勢いでくる。この人たち
うわ、危ない危ない8、3かな8いけー、よし、おー、オッケー、まだまだ来ると思う。ほらちょっとでかいですね、他より。でかい、しかも今までのカメさんとまた勢いもちょっと違う。よし、オッケー、えいえい、オッケー、おえい、ラスト、えい、いや、おー、うわー、まだいるゾウ、でかい。いいよ、えい、この、この消えるやつ、最初にやっておきたい。うわー、すごい勢いでくる。きゃー、よし、あー、えい、いいね、お、いいです、いいよ、えい、やった、よし、うん、まだいる、まだいる、あー、さすがびっくりマーク、えい、そういうことか。なんかボス戦みたいな感じなんですかね。なかなかそうですね、手強い感じのステージですね。トウトウトウ、あばい、こちゃんオッケー、まだない、うさぎさんがいっぱい、うわー、ちっちゃい、ちっちゃいうさぎさん、かわいそう。お父さん、お母さん、あ、いいよ、あー、おー、よかったー、コイン増えた、超増えたんじゃん、これ。あ、本当ですね、748、さっきのとプラス 10% も引いてますね。しよっか。お、なんだ、誰だこれ。お姫様？うん、べったり姫、うん、そしてあなたは私と結婚する運命なのよ。え、うるせえ、怖い。かわいそう、ストーカーのような。うるせえ、すごいお金増えた気がします。ちょっと強い、強くなってる、これ。強い、あ、気をつけてください、自分も、あー、こっちね、オープン、強くなってる、やっぱガード上げないとダメだ、多分。え、ガードですか、うん、あ、そっか、押し出されちゃう力が、そう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 、なるほどね。一緒に出せ、受け取って、猫缶をもらいました。猫缶、オッケー、よっしゃ、なんだ。わしか、わしこにゃ、わしはただの通りすがりのおじさん猫にゃ。おじさん猫、おじさん猫と突然戦う、なんなんだこのおじさん猫。結構食らうの、あれじゃない？結構食らわない？本当ですね、うん、持ってかれるでしょ、持ってかれそうな感じがします。でゾウさん、ただただ重いな。オッケー、おー、おー、いいですよ。次、防御あげましょうね、あ、うん、げよう、うん、さあ、順調です。お店行かないと、はい、おー、びっくりマーク、お店あるから。右側の方がいいですよね、左ショートカットだけどお店行けなくなっちゃう。そうね、その前にやられちゃったし。頑張りましょう。出た、べったり姫。恋に落ちると海にも落ちるのかしら。落ちて。ああ、かわいそう。気をつけて。おお、早い。べったり姫、さっきから高いね、お金が。やっぱり。姫だから。王家のね、方はやっぱりね。怖い。来てる来てる来てる。いいよ。まだ終わらんぞ。あ、そっか、大きくなる系だ、こいつら。ふぅー、お、破裂するのね。くぅー、よいしょ、いけていけて、やばいやばいやばい、危ない、カズが、あー、やばいやばいやばい、カズ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 、確実に、確実に一体ずつ、真ん中を、真ん中を死守。いいよ、集まって、自爆自爆自爆、一対一負け、まだいる、パンダ、パンダさん、パンダ、えい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 、オッケー、まだ、なんで、いいよ、なんか私だけすごい激戦やってません？マジな、いいじゃない、べったり姫なんていつも2体くらいなのに。コインめっちゃ溜まってるよ、これ。いっぱいお買い物できますね、買おう、うん、防御かを、まだまだ買えるな、お、とりあえずこのコスペを上げる、コインワンタッチだけしておきたくない、そうしよう、うんうん、攻撃、防御だね、やっぱ、おいいんじゃないですか、これで終わり、出た、またこの
おびき寄せ作戦。オッケー。よし。おお、なんか自分も強くなってる気がする。なってる、これは完全になってるよ、これ。さあ。これなんかまたちょっと長丁場になりそうな気がするな。いけるいける。あ、やっぱ強さを実感します今。あ、危ない危ない。実感しますって言ってやられたら笑っちゃう。自滅しそうになりました。いいよ。早いんだよな、神さんは。よし、オッケー。これ長いぞ。このゲンガーみたいなやつ何なの？ゲンガー。ポケモン出ましたね。あ、危ない危ない。こいつ加速するぞ。あー、おー、なんか速そうな音。うわ、硬い。溜めてる時ダメだ。今だ。おー、オッケー。うわ、出た、うさぎさん。こだくさん、こだくさんのうさぎさん。こだくさん、ごめんねごめんねあー、よかった。おー、続くね。いいですね。やりましたね。続くぞ。これは出た。お、びっくりマークだ。びっくりマーク挑戦しましょうよ。ゴージャス一回もやってないじゃないですか。いい実証見せてあげましょう。受け取ってにゃ。あ、防御やった。さあ、やばい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 、あー、でででで、結構な猫いや、今のはちょっとなんだろう、あいつちょっとトゲトゲのとこ行くと滑んないんだね。あ、っていうことなんですかね。うそういうことじゃない、なんか、うんうん、構えてたもん。そう、踏ん張りも強いし、こうぐんと加速してくるので結構手強いって聞いてしたね。これはでも16までいったんで新記録、うん、はい。よかったら皆さん、続きは皆さんがやってみていかがでしょうかはい、ということで本日ここまででございます。また次回お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。よく見かけるゲーム絶対にこの CM 通りじゃないゲームみんなご視聴どうもありがとう。チャンネル登録はそれ、ここ、メンバーシップはそれ、ここ。次回も面白さ、レボリューション。